前回のカズクラ、どうやらカズクラいいこと教えてもらったみたい。え、なになに、絶対知らない方法があんだって。そう、前何でやられたのかというと餓死もう世界から餓死がなくなればいいのにと思ったら、そんな魔法のような方法が発見されたのだ。そう、回復、回復のビーコンを立てるだけで餓死に勝てるというで、やってみると、え、マジや、マジマジや、あ、ずっといける。その後3時間ほど放置したら大変なことになりました。はい、どうもこんばんは、カズクラでございます。もうレベル見るとわかる、205です。めちゃくちゃレベル上がったよこれ。来てんね、来てんね。はい、すごいすごい、重いよ。すげえよ、やっぱ威力。何がすごいってこの剣がすごい。見てこの金の量、めっじゃあ貯めたんだから、これ500ブロックぐらい、これ貯めたのかな。頑張ったでしょ、今回頑張ったでしょ。500ブロックよ、めっちゃ貯めたんだから。ポイ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 、重いね重いね、大丈夫かな、ちょっと戻ろう。ただいまー。てん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 って歌うとアトムボーイ食べたくなる。アトムボーイに行きたくなるね。福井だけかな、どうなんだろう。アトムボーイっていうね、あのお寿司屋さんもあるんですよね。でいつも定時になるとそれがなんか時計から出てきて踊り出すみたいなね、あるよねって。全国的にあるのかな、どうなんだろうね。さあというわけで、金の作業はまた将来的でいいでしょう。まあ今日はというわけで忙しいよ。さあ今回は、みんな大好き水抜きをです。抜かせていただきます。すや、よく寝たということで、はい、今回もうこのワールドも今ね少しずつやってきてるようです。終わりの鐘の音がねやってきてるようです。今回ですね、私がいたずらでやったところをねちょっとやっていこうと思うんですけど、あいつら元気してっかな、元気してっかな、みんな。おお、ぼち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 な感じ。大体あんまりこの付近えんな。大体の活動量が分かっちゃうっていうね、あんまりえんな。さあというわけで本日ですね、いろんなとこね水抜かせていただきました。いろんなとこ水抜かせていただきましたね。まあこういったとことかね、他にも、ここのツールなんかもね、一番最初に私がこれスポンジなしで抜いた部分です。これ頑張りましたね、頑張ったよ頑張ったよ、ここら辺も。はい、というわけで、あのいたずらにねちゃんとけじめをつけ、噂ではドズさんという方が罰ゲームに負けて巨大建築をねやってみるっていうことになりました。ただその時にあれが邪魔をするんじゃないのかとね、この水分がこの水分ね邪魔をするんじゃないのかということで、今回ですね、久々に数ヶ月ぶりに自らここがね解放されるということで、本日はね行ってみたいなと思いますので、よろしくお願いします。ついに自ら解き放たれち魔物よ、出てくるが良いということで、はい、行ってみましょう。ちなみにこれ水簡単なのかどうかもよくわからないんだ。これ水汲むのもまあまあ大変だったんだけどね、これ作るのまあまあ大変だったんだけど、まあでもこれ1時間ぐらいできちゃったの、うん、正直。うわ、忘れてた、呪われたぞなんかこれ。お、なんだよここ、呪われるって聞いてねえし。ますますスライムちゃんこれ重要じゃねえか。まあというわけで抜いていきます。マジか、呪われるんかい、ここマジか、これ大変だったろうなこれ連れてくるの。あ、ではいきます。こういう、あ、結構簡単かもわからんぞこれ。この水の魔物結構簡単かもわからん、まあ、途中結構水を入れてる部分もあるから、あ、ここら辺も頑張らなあかんっていうのは知ってんだけど、思ったよりいける可能性がある。せい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 、水分よ出ろ。あれ、簡単にこれ解放されるぞこれ。まず作戦として上っ面から綺麗にやっていこうか。上っ面の部分をやって途中の部分をいろいろと頑張っていこうと思うので、あーよっこいしょー、あどっこいーぽーい、すやーなん、すごい、すげえ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 、見る見るうちになくなっていく。えいっ、どうよどうよどうよ、静まりたまえ、すげえな、えいっ、静まりたまえ、
こいしょ。なんだこの楽しいの。こいしょこいしょこいしょあるこいしょ。熱いやん。えってよ、この水分ブシャー、このブシャー静まりだもー。なんかこう湧きそうだから。すや。うわー、よく寝たー。超楽しいじゃん。こんなにのなったの。もっとさ、焼きながら頑張ろうかなと思ってたんだけど、ちょうど今呪いが消えた。よしさ、決起してからよしソード参ります。よしさん、力を貸してくれ。呪われないうちに頑張ろうよ。生きてるかな、よしさん、生きてるかな。ごめん、生きて、よしさん生きてるよ。まずまず早く早く壊さないと。ああ、あ、でも意外と早い。見て見て、よしソードでも意外と早い説。静まりたまえだ。まだまだあるので静まれい。静まれい、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 静まれい。久々の陸地。静まれい、静まれい、静まれい。あ、こいしょ。静まった、静まった、静まった。あ、こんだけあと。あ、こいしょ。よっこいしょ。おや、なんということでしょう。静まりました。なんということでしょう、これ。なるほど、あ、そういうことか。メッセージ性しかと受け取った。待て、なるほど、いくよ。今コロナ禍で牛乳がいっぱい余ってる問題があるみたい。だから、牛乳をいっぱい飲んでほしいという思いが、アコインガーディアンを、やると、はい、そう聞いております。はい。うお、これも壊れんかと思った。はい、これで新鮮な赤牛もね、この中にいるらしいんですけど、赤牛さんもいるらしいんですけど。なるほど、懺悔ベアね。危ねえな、危ねえな、危ねえな、なんかあるわ。はい、まあ、こう、まあ、とりあえず新鮮な牛乳持ってきたから、これオッケー。はい、というわけで、早速解体でございますね。解体、端っこから解体していきましょう。はーい、行くよー。あ、やっぱあの牛から取れた、うまっ。やっぱあの牛から取れた牛乳、やばいわこれ。全然違う、やっぱうまさが違うわ。この持続力違うね、やっぱこの牛乳の効果やばいわ。なかなか呪われん。見ていくか。イエス。そしてこの変な水流も許さないのがカズクラクオリティ。おし、こんな完璧だ。きれい。カズクラ。うわー、よく寝たー。いやー、気持ちいいなー。ようやく晴れが来たって感じ。じゃんじゃん取っていくよ。まだまだ牛乳あっからよ。まだ足元からね、雨降って地固まるじゃないけど、やっぱしっかりと。来たんじゃない？来たと思う。終わったか。おいしい、どこ行った、牛さん。おいしい、牛さん。え、え、おった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 。ありがとうございます。まずは知らずに剥がしたところを補修して、あ、よいしょ。やべ、これ取れん、奥まって取れん、これ。ああ、な、最後のミルクを。うまっ。はい、というわけで終わりでございますね。こんで、うわ、なんだこれ。おー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 、いやー、久々に戻ってきたんじゃないですかね、これ。綺麗になったわー、なんだかんだ。まあ、すげえ呪われる。あっ、せや。本来なんか水でもあったのかな、これ。気になるから水でもやっとこうか。水流もね、ちゃんと最後、どっかまだ水流できてたとこがあったと思ったんで、そこだけ直して。はーい、というわけで、あー、綺麗に完成いたしました、おかげさまで。いやー、美しい仕上がりということで、本日はこんなとこで。いやー、すっきりした、これ。まあ、帰宅部島はね、あれでいい、うん、あれでいいんだよ。帰宅部島はね、あれでいいと思うんだけど、とりあえずそこを綺麗にすることができたので、巨大建築作れるようになったんじゃないのかなって思います。はい、皆さん楽しみに巨大建築ですね、待ってみましょう。トズさんの思う、巨大建築出来上がるはずです。というわけで本日はこんなところで、またお会いいたしましょう。バイバーイ。